チェックポイントチャーリー。チェックポイントチャーリーは、第二次世界大戦後の冷戦期において、ドイツ・ベルリンが東西に分断されていた時代に、同市内の東ベルリンと西ベルリンの境界線上に置けれていた国境検問所。1945年から1990年まで存在し、ベルリンの壁と並ぶ東西分断の象徴として、 また一部の東ドイツ市民にとっては自由への窓口として冷戦のシンボルのように捉えられていた。ジョン・ルカレなどのスパイ小説や映画にもたびたび登場している。ベルリン市内のほぼ中央部にあるのが行くと、ツイマー通りの交差点に設置されていた。第二次大戦後のベルリンはアメリカ合衆国、イギリス・フランス・ソビエト連邦。 ソ連の4カ国によって割り統治されており、チェックポイントチャーリーはアメリカ統治地区とソ連統治地区との境界上にあったが、イギリス統治地区からも資金の場所に位置していた。東西分断期のベルリンには数多くの検問所が設置されており、そのうちの一部が西ベルリンに主イ一市民が通行するためのものであった。チェックポイントチャーリーは外国人及び外交官、 西側諸国軍の関係者が徒歩、または自動車で通行するための検問所とされており、西側諸国軍関係者は他の検問所を通行することは認められいなかった。また、東西ベルリン間を移動する外国人が通行可能な検問所は、ここ以外では近隣のフリードリ・ヒドりリ駅のみであり、フリードリ・ヒドりリ駅はすべての国籍の人が手続きできたため、 手続きを待つ人々で混雑することもあった。検問所が運用されていた期間中、東側では壁や監視等、ジグザグに張り巡らせたフェンス、さらに通行する車やその乗員をチェックするためのブースを設置するなど、設備の拡張が絶えず、なされていた。しかしその一方、アメリカ側では、高級的な建造物は作られることはなく、 木造の小屋が設置されたのみであった。この小屋は1980年代になってさらに大きな金属製のものに置き換えられ、さらにベルリンの壁崩壊後に検問所自体が廃止され、撤去されたが、東西ドイツ統一後は木造の小屋が再建され、ベルリンの観光名所の一つになっている。チェックポイントチャーリーという名称は西側諸国による故障で、ナトーフォネティックコードの C に当てられる、チャーリーから取られたものである。すなわち、チャーリーは特定の人名などに由来するものではなく、日本語で言うならば単に、検問書 C のような意味合いに過ぎない。同様の命名法で名付けられた、検問書として、東西ドイツ間を結ぶアウトバーン上に設置された、チェックポイントアルファ、西ドイツ東ドイツ協会、ニーダーザクセン州、ヘルムシュテット、チェックポイントブラボー。 東ドイツ、西ベルリン協会、西ベルリン南西があった。一方、西側に属さない、ソ連側では、この検問所を単に、フリードリ・ヒドリ検問所の出入国商院を使用していたが、南北に連なる、同じフリードリ・ヒドリ上にフリードリ・ヒドリ駅も存在していたため、ツマー通りと分けて読んでいた。東ドイツ側が、国境検問所としていたのに対し、西側占領軍が、 チェックポイントの名称を使っていたのは、東西ベルリン間の境界は、国境ではないという認識によるものであった。1961年、西側への人口流出に危機感を抱いた東ドイツ政府によって、ベルリンの壁が建設された。しかし、それでも西側へ脱出する手段は数多く、残されていた。チェックポイントチャーリーは当初、ゲート一つで東西を隔てているだけであり、 車で突入し、ゲートを破壊して、強行突破したり、車高の低いオープンカーで、ゲートの下をくぐり抜けたりする、東ドツ市民が現れた。これに対し、当局は、ゲートの遮断棒を強化したり、遮る位置を下げたりして、対応した。アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の連合軍4カ国は、1945年のポツダム会談において、4カ国の関係者は、 ベルリンのどの地区においてもドイツの警官によるパスポートのチェックを受けず移動できるという合意をお互いに取り交わしていた。しかし壁の建設から2ヶ月後の1961年10月22日アメリカの中西ベルリン特使エドウィン・アラン・ライトナーが占領軍ナンバープレートをつけた車で東ベルリンの劇場に向かっていたところを止められるという一件があった。これに対し ジョン・カイ・ケネディ大統領の西ベルリン特別顧問を務める陸軍大将はアメリカ側の決意のほどを見せつけることにした。クレイは外交官のアルバート・ヘムシングを派遣し、米ソ協会を探索させた。ヘムシングは外交官の車両で探索をしていたところ、東ドイツの交通警官に止められ、パスポートの提示を求められた。ヘムシングの身元が 明らかになると、東ドイツの交通警察が、東ベルリンに入るヘムシングの車にぴたりと寄り添った。車はそのまま走り続け西ベルリンへ戻ったが、その翌日、イギリスの外交官の一人が、やはり止められて、パスポートを提示させられるということがあり、クレーを激怒させた。ヘムシングは、さらに同様の実験をすることに決めた。10月27日、ヘムシングは、 再び外交官用の車両を境界近くへ走らせた。しかし、ソ連側がどのような反応を見せてくるかがわからなかった暮れは念のために戦車を不評部隊と共に近隣のテンペル方フ基地へ事前に送っていた。この時の東側の対応は以前のような問題ないものであったため安心したアメリカ軍は西ベルリンへ引き返し後方で待機していった戦車も帰還した。 ところが、この直後、33台のソ連軍戦車が、ブランデンブルク門へ出動した。ソ連のニキータフルシチョフ第1初期は、回顧録の中で、自分は、ソ連軍の戦車が撤退するところを、アメリカ軍のジープ見たのだと認識していると、主張している。当時のアメリカ軍中西ベルリン部隊司令官、ジムアトウッド大佐は、後に出した声明でこの内容を否定している。 これらの戦車のうち10台がフリードリヒ通りを進み、チェックポイントチャーリーの米ソ境界線まで50から100メートルのところで停止した。これを受けてアメリカ軍の戦車も現地へとって返し、境界線までソ連軍戦車とほぼ同じ距離を取って止まった。10月27日の17時から18時間ほどの間、両軍はこの状態のまま睨み合っていた。 両軍の戦車ともに実弾を積載しており、西ベルリンの中流アメリカ軍部隊、さらに、ナト o 軍、そして、戦略航空軍団の警戒レベルが次々に引き上げられていた。米ソ両軍はともに、攻撃を受けたら、反撃せよとの指令を受けていた。この裏で、フルシチョフとケネディは、連絡を取り、共に、自軍の戦車を撤退させることでこの緊張を緩和する、ことに同意した。 ソ連側の検問所にはソ連軍司令官将軍への直通回線があり、クリブコフはフルシチョフと電話がつながっていた。一方、アメリカ側の検問所はベルリンの米軍部隊本部と電話をしており、その本部はホワイトハウスと連絡を交わしていた。ケネリはソ連側が先に戦車を引くという条件と引き換えに、イコベルリン市内におけるソ連側の行動について多めに見ようと提案した。 ソ連側はこれを外交上の勝利と受け止め、ケネリの申し出を承諾した。翌28日の11時頃、まずソ連の戦車が1台5メートル弱後退し、数分後これに続いてアメリカ軍の戦車が1台同様に後ろへ下がった。1台1台と戦車は後退していき、武力衝突の事態は寸前のところで回避された。後にと呼ばれるこの事件は、 冷戦期の米ソ両国にとって初めての直接対決の危機となった。この後、アメリカは自国の外交官に対ししばらくの間東ベルリに入らないよう命じた。またフルシチョフも事態の沈静化に動き当初主張していたアメリカ東ドイツ間の平和条約締結案を取り下げた上東ドイツ国家評議会議長バルターウルブリヒトに対しては特にベルリンにおいて 状況を悪化させるような行動は避けようとの指示を下した。西側のみならず東側も、本来は、ベルリンの壁を望んでいたわけではないが、結果的にこの事件以降、壁の存在は両陣営の武力衝突を回避し、冷戦の状態を維持する役割を果たすことになった。実際に、ケネリも、壁は、非常に良い解決法というわけではない、が、戦争になるよりはずっとマシだと。 壁の存在について容認する発言をしていた。当時の在ヨーロッパアメリカ陸軍最高司令官であった大将はこの事件のきっかけとなったクレイの振る舞いに関して憂慮していたと言われ、クレイは翌1962年5月にアメリカに帰国することになる。しかし、クレイの取った強硬な姿勢は西ベルリン市長ビリー・ブラントや西ドイツ首相のコンラート・アデナウアー以下 西ドイツの人々に大きな影響を及ぼした。1962年8月17日、東ドイツ人のペーター・フェヒターという18歳の青年がチェックポイントチャーリー近くの壁をよじ登って西側へ脱走しようとしたところ、これを発見した東ドイツの警備兵に銃撃された。背中に玉を受けて壁から落ちたフェヒターは有志鉄線のフェンスに絡まるように倒れ込み、 西側のジャーナリストを含む数百人が見守る中、そのまま失血死した。彼の体は境界線から数メートル東側にあったため、アメリカ軍の兵士は救助することができず、また東ドイツ警備兵も西側の兵士を刺激することを恐れて、フェヒターに近寄ることを躊躇した。結局、フェヒターの遺体は1時間以上経ってから、東ドイツ兵によって回収された。 これを受けて、東側の行為と西側の無意に対する抗議行動が、検問所のアメリカ側で起こった。さらに数日後、イギリス地区ティーアガルテンにあるソ連の戦死者墓地へ向かう、ソ連のバスに向かって州が投石する事件が起こり、ソ連軍は、走行兵員輸送車でバスを護衛せざるを得なかった。この後、ソ連軍は、ティーアガルテンに、最も近い残徳ルーク橋検問所のみの通行しか、 認められなくなり、イギリス地区への走行兵員輸送車の乗り入れも禁止された。この禁令を徹底するため、西側の部隊は9月初めのある日迷う中、武器弾薬や軍用車両を展開した。もっとも、これらの弾薬は結局使用されることはなかった。その後、1973年に東ドイツの国境警備兵が自動小銃を発砲し、 チェックポイントチャーリーに断痕を残すということがあったが、アメリカ兵に死傷者は出なかった。1989年11月にベルリンの壁が崩壊し、市内の国境検問は事実上廃止された。その後もしばらくの間、チェックポイントチャーリーは公式には外国人、外交官用の検問所という役割を担ったまま、あったが、1990年10月1日の ドイツ再統一に先立つ6月22日に検問小屋が撤去された。この小屋は市内地区にある連合国博物館に展示されている。2000年周辺一帯の再開発によって旧東ドイツの監視塔が取り壊された。チェックポイントチャーリーの建造物としてはこの監視塔が最後まで残っていたものであったが新たに建設されるオフィスビルや 商業施設に場所を譲る格好になった。当初ベルリン市は、この監視塔を保存する意向であったものの、歴史的建造物としての認定を得ることができず、断念している。取り壊しに際しては、世間の注目を極力集めないよう、作業は秘密裏に実施された。2004年10月31日から2005年7月5日までの期間。 実際の壁の一部を使い新たに白く塗り直した壁、また、冷戦時代に壁を越えようとして、命を落とした1067人の犠牲者を追悼する十字架が、敷地に立られた。2007年10月には、ドイツのテレビ局アードが二部構成の映画、チェックポイント、チャーリーの女性を放送した。この作品は、二人の娘と西側、東側で行き別れになった女性が、 1980年代に東ドイツに対する抗議活動をチェックポイントチャーリーの前で行って一躍有名になるとともに東西ドイツの間で政治問題に発展した実際の出来事を下敷きにしたものであるチェックポイントチャーリーの跡地およびその周辺はベルリンの観光名所の一つに数えられているかつて壁が立っていたところではその線に沿って道路に レンガで印がされている。検問所の跡地には2000年に復元された小屋と標識が立ち、小屋の外側にはアメリカ兵とソ連兵の写真が表裏で大きく掲げられている。アメリカ兵の写真は旧ソ連地区側を、ソ連兵の写真は旧アメリカ地区側を向いている。この二人は1990年代初頭に実際にベルリンに駐留していた兵士たちであり。 ソ連兵の方は身元が不明であるが、アメリカ兵に関しては、氏名や所属などが判明している。検問所跡地のすぐ脇には、1963年に開館した民間の博物館、チェックポイント、チャーリー博物館がある。自動車、飛行船、潜水艦、トンネルなどを使って壁を越え西側に逃亡しようとした人々紹介のほか、 ドイツ文団の歴史やベルリンの壁についての資料を数多く展示しており、ベルリン市内にある博物館の中でも有数の来場者を集めている。2006年夏からは旧境界線上の一帯において無料の屋外展示が開始された。フリードリ、ヒドリ、ツイマード通り、出典通りの三本の通りに沿って三つの異なるテーマのもとに当時の資料が公開されている。まず、 フリードリ・ヒ通り沿いの西側の壁面では、壁を越えて西側へ逃亡するのに成功した人々、また当初は小さかった、検問所が9つの手続き窓口を備えるまでに、拡張されるに至った様子が紹介されている。東側の壁面では、冷戦の象徴としてのチェックポイントチャーリーをテーマに、1961年に、米ソの戦車が境界線を挟んで向かい合った時の、 写真などが展示されている。さらにツイマー通りの展示区域では壁の犠牲になった人々を追悼する場所や実際の壁の遺構などが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。